暮らし花丸リフレスクール。さあこのコーナーはですね、暮らしを豊かにする花丸な技やアイデアを学んでいくものとなっています。さあ今日はですね、私久保田が学級委員長を務めます。皆さんよろしくお願いいたします。委員長頑張ってください。頼みます。はい、早速ですね、今回の授業いきましょう。今回の授業はこちらです。1限目国語、テーマはようこそ石川へ、すぐに使える石川の方言です。なんか私ネイティブ金沢生まれですから、はい、なんか できるんじゃないかしら、はい、この授業。はいはい、そうですね、ちょっと自信もありつつ、はい、ただただちょっとね、新年度も入ってですね、まあ石川県人と初めて触れ合ったという方も多いと思いますので、まあ、仲良くなるためにもですね、ちょっと石川の方言学んでいただきたいなと思います。さあ特別講師この方です。石川の方言マイスター、金沢大学の名誉教授で日本語学がご専門の加藤和夫先生です。加藤先生、よろしくお願いいたします。はい、どうですか、やっぱりエリーさん自信ありますか。はいはいはい、何ですか。毎日金沢弁だらほど喋っとるし、こんな授業せんくっても大丈夫ねんけど。何なんて言ってるんですか。もう本当に小田ちゃん、いらんことちゃべちゃべ喋っとるから分からんげんて。あのいらんことだけ分かりました。金沢ネイティブヤンキーがね、隣に座ってますね、小田ちゃん。絡まれちゃって、いいでしょ。いやいや、小田ちゃんもね、ちょっと助けて加藤先生みたいな目で見てますけれども、もう少しだけの時間ですけどね、勉強していただいて、少しでも方言使っていただいたら、尾崎さんもね、はい、お願いします。お願いします。尾崎さんも徐々にちょっと石川には馴染んでいくんじゃないかということでございます。さあ今回の授業内容確認していきましょう。こちらです。ルーツはどこから、石川の方言の成り立ち、そして言われてみればあーとなる石川方言の最大の特徴、そして3番実際に使ってみよう石川の方言ということです。さあまずはですね、実際のちょっと石川の主な方言見ていきましょう。こちらです。やはり先生、あんやとなんていうのは今観光地でも ねたくさんこう看板なども見るようになりました。もちろんありがとうという意味です。そして語尾に字であったり何々ガヤがつくのも石川の方言の特徴なのかなとも思います。そんな石川の方言、さあまずはですね、ルーツはどこから、石川の方言の成り立ちでございます。早速ですが皆さん、石川の方言のルーツどこ地方が多いか分かりますか。能登とか能登地方がルーツなんじゃないか。はい、はい、橋村さん、何立った近畿地方だと思います。すごい、星村さんから近畿地方という言葉出ました。加藤先生、どうですか星村さんの答え。はい、せーの、はい、花丸。はい、はい、正解が出ました。星村さん優等生、ね、この教科非常に得意なんじゃないかということでございますけれども、そうなんです、石川方言のルーツは近畿地方ということで、加藤先生ちょっと説明お願いいたします。はい、京都が千年の都だったんですよね。でそこの言葉が地方の人からするといい言葉だっていうことで地方にこう伝わっていった。それがね、全国の方言の大体ルーツになってる、うん、はい、ですからこのね、古都と言われますけれど、昔の都京都からこのようにこう言葉がこう伝わっていったんだよというようなことです。はい、石川ももちろん例外じゃないということなんですよね。もちろんその地方で生まれた言葉もありますけどね、うん、はいはい、その言葉が多いということで、はい、さあ石川の方言伝わり方3つあるということです。はい、加藤先生、説明またお願いいたします。はい、ね、一番基本は京都から琵琶湖の西を登って、まあ、江戸時代あたり想像していただいてね、陸上を人から人へと伝わったと、はい、これが一番やはり京都から福井、はい、いわゆる陸路ということでございます。2番なんでしょう。2番はですね、やっぱ金沢がちょっと北陸の中でも特別なんだけど、京都と非常に関係が深かったんですよね、江戸時代。ですから京都の言葉が福井を飛び越して金沢に入ってきて、うん、でその金沢中心に加賀とか石川に広がるということですね、これが2番目のルートですね。はい、飛び越しちゃいました。これですよね。はい、そして3番、これは船で能登地方に伝わったというか、はいはい、詳しくお願いいたします。かつてはやっぱ船って非常に重要なあの交通路だったんですよね。敦賀の港町から港を経由しながら加賀の方には入らなかったんだけど能登に入ってると、
こういう言葉もあるということですね。ですから能登の言葉、独自の言葉が多い。実際にさ、どんな言葉が、ね、京都から伝わったのかなっていうのを見ていきましょう。ラチアカンという言葉が、ラチアカン、ダチアカン、この辺りがこうなってダチカンといういわゆる石川の方言になったよ。すごい変化。はい、そして、ね、私こっちも説明しちゃいます。物憂い、物憂い、物憂いですかね。その後物憂いになったよというようなことでですね、だんだんといわゆるこの上の青文字が最初は関西の地方ですよね。ラチアカン、モノウイですね、うん、これが発音が変化して、はい、さあそんな中ですね、ダラという言葉があると思うんです、うん、意味は皆さん分かりますよね。ダラ、ダラは使うけど、うんうん、いわゆるちょっとバカであったりとかですね、うんうん、はい、まあ、そういった意味だと思います。そうですね、ダラがもともとどんな言葉だったのか、うん、皆さんどうでしょうか。ちょっと考えたことありますか。これも京都から、うん、そう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 、ダチカンはラチアカンでしたけれど、ダラ、はいはいはい、何ですか、星野さん。寺、寺、寺がいっぱいある。で、寺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 になっちゃった。寺、さあなかなか答えが出てないんですけれども、はい、加藤先生答えもお願いします。はい、もともとですね、その人の知恵が足りないということで、古いあの文古典文法的に言うと足らず、足らず、うん、これがね元の形、うん、その後たがだに変わってだらず、うん、そして図が落ちてだら、はい、まあ、だんだんこう短くなるわけですね、はいはい、確かに。このニュースを、ね、追っていくと非常に面白いなとも思います。さあ続いてはこちらです。はい、言われてみればアートなる石川方言の最大の特徴、ここまで石川の方言は近畿地方の影響をね、京都なんて色濃く受けてるというお話でしたが、どうでしょうか、石川方言っていうのは何か特徴があったりするんでしょうか。それ以外は、いや、やっぱり石川の方言っていうのは文法とか語彙はね、やっぱり関西の影響非常に近いので受けてるので、うん、あんまりこう際立った特徴ないんですけど、うん、やっぱり実は東京なんかにいて、あ、この人北陸だなってすぐ分かる、恥ずかしい、例がある、うん、それが文の切れ目のところどころに現れる揺れるようなイントネーション、はい、ということで石川方言最大の特徴はイントネーションにある、そして揺れるようなイントネーションにある。詳しくお願いいたします、はい、はい、出ました。まあ、専門家はこれまでうねり音調、ゆすりイントネーションとか、最近では関東イントネーションなんて言い方あるんですけど、うん、まあ、要するにを何々したらみたいな形で、例えば今日会社に来たらみたいにこう最後のラを伸ばして揺らすという、こういう特徴ですよね、はい、今日会社に来たら、うん、あ、でも可愛い、まあ、うん、こんな感じですかね。だ、最初にしてはうまいと思う。よかった、ということで、あのね、来たらの一度上がっていって下がるんですけど、うん、その後ちょっとくぼませなきゃいけない、くぼませる、来たら、来たら、そこがポイントなんです。さあ続いてです。3番、実際に使ってみよう石川の方言ということで、ここからはここまで習ってきた石川の方言を実際の日常生活で使っていきましょう。加藤先生、どんなシチュエーションで使っていきましょう。はい、今日はですね、友達を温泉旅行に誘う場面で石川の方言どんな感じになるかなっていう、まあ、主に金沢の方言と考えていただいていいですけど、はい、はい、ということで温泉旅行に誘う際の石川の方言、温泉旅行ゴールデンウィークに誘ってますね。でどうするのか、 B さん、大丈夫だよと、どこの温泉に行くことになったの、こんな会話があります。そして続いて、山中温泉が続いてたから今年は片山津温泉だよね、ああ、しばらく行ってなかったから行きたいねと B さんが言うと、で A さん、じゃあ一緒に行こうよ、詳しいことは後で言いますよ、分かった、ありがとう。これをですね、今は標準語じゃないですか、うん、石川の方言ちょっとここまで習ってきたでしょ石川の方言で A が越村さん、 B は尾崎さんで、ちょっとやってみていただきたいなというのが実践編です。このモニターの横にお二人お願いいたします。大丈夫かな、急に難易度が上がった気がするんですけど、はい、どうでしょうか。 A は越村さん、 B は尾崎さんということでございます、はいはい、ちょっと自信ありますか、どうですか。私はもうね、生まれも育ちもですから、はい、尾崎さんどうですか。いや、今年3年目ですから石川に来て、この3年で培ったものをここで披露したいなと思います、はい、ではそれでは行きましょう。友達を温泉旅行に誘う石川の方言なんですが、ここで一旦コマーシャルです。チャンネルそのままにしとかんと、ガチャガンゲンゾーガチャガンゲンゾさあ今回の暮らし花丸リフレスクールは、金沢大学名誉教授の加藤先生をお招きいたしまして、ようこそ石川へ、すぐに使える石川の方言を学んでいます。よろしくお願いします、引き続き。ここからはお二人が温泉旅行に誘う際の石川の方言というものに挑戦します。
さあ、こちらのモニターが標準語ですから、うん、この標準語を見て石川方言に2人直してほしいなと思います、はい、さあそれではもう早速行っちゃいましょうか。友達を温泉旅行に誘う石川の方言です。どうぞ。ごめん、おざちゃん、おるけ。あー、こんにちは、おるでこないだから話しとった温泉旅行のことねんけど、来月のゴールデンウィークに決まってんけど。あ、そうなん。あー、その日なら私は大丈夫やと思うげんけど、どこの温泉に行くことになったんじほら、最近山中温泉ばっかり行っとったがいね。今年は片山津温泉に行くことになってんよ。あ、片山津温泉ならしばらく行ってないから行きたいじほんなら、じゃあ行こう行こう。詳しいこと決まったらまた言うさけ、予定だけ開けといてね。あ、わかったよ、ありがとね。はい、はい、ということでした。お二人ありがとうございますではこちらに大丈夫かな、いいんですか。さあ、もう加藤先生にちょっとお二人の会話聞いちゃいますね、はい、どうでしたか、はい、二人。もう越村さんはね、地元ですから、うん、もう上手なのは当たり前なんですけど、ね、あの尾崎さんね、あのなんとかするげんけどとかね、それから最後のあんやとも、とっても上手だったと思うんですね。ただ一番気になったのは G なんです。 G か、うん、なんとか G、はい、あの G の使い方はちょっと全然違う難しいんです。ちょっと語尾の G の使い方が違う、はい、そうですね、迷ったら G かなと思ったんですけど、うん、違いましたね。一応 G どういう、意味合いで使うのが正解なんですか。まあ、基本的には自分のことには使えなくて、自分がこうなるんじゃないかと思ってたけど違ったことが起こった時にがっかりとか失望とか、え、意外なこうなんだっていうような時に G を使う。はー、はい、なるほど、はい、でそうなんです。一応ちょっと模範解答があります、うん、ここが小田ちゃんのところですよね。で、字がまあやはり入ってないですほやねと、ほやねと、で、ここもうねると、うん、うちゃというようなこと、まあ、うちはですよね、うん、私はっていうね、はい、ということで、こうどれだけ見ても、うん、やはり字は入らないというような方でございました。ただ小田ちゃんもかなり頑張ってね、そうですよね、はいはい、話していたということで、はい、ちょっと2人の方言、はい、先生からこれ、はい、どうでしょう、2人の方言は、はい、おまけの花丸、おまけの花丸が出ました、はい、はい、ありがとうございます。拍手で大変やらかんでいます。さあね、さてここまで暮らしを花丸にする石川方言、加藤先生に教えてもらいました。それでは加藤先生、最後にですね、はい、石川の方言を使う皆さんに一言お願いいたします、はい、ちょっと方言恥ずかしいと思ってる方、ちょっとコンプレックスのある方多いんですよね。ですけども、 これからはやはり方言がふさわしい場面、相手、そういう時にはですね、共通語とうまく使い分けながらどちらも大事にしていく、まあ、そんな生活をしていただけると嬉しいなと思います、はい、方言を学ぶことによって私たちが今住んでいる、ね、場所の歴史も学ぶことができるというようなお話でした。加藤先生、ありがとうございました。次回はどんな授業になったんでしょうか。ありがとう、はい、ありがとうね、はいはい、以上、暮らし花丸リフレスクールでした。